はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていくのはこちらということで、掛け屋ですね。はい、掛け屋、これはお金の送金を行う事業者のことを掛け屋ということになります。よろしいでしょうか。はい、つまり、札差し、蔵元の米ありましたよね。米を先ほど前回お金に換金しますよっていう話をしたと思うんですけど、お金を換金しますよって、換金してお金、例えば鹿児島県に送ってっていう風になった時に送らなきゃいけないわけですけれども、その要するにお金の送金作業をするっていう風にしたのが、まあこれが掛け屋ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。